ロルシュ修道院。ロルシュ修道院は、ボルムスの約 10km 東に位置する町ロルシュに移行が残る修道院で、カロリング町の修道院の中では特によく知られたものの一つである。その移行は、廃墟と化しているが、ドイツにおける前ロマネスク期の建造物群の中で最も重要な部類に属する。また、1170年代にまとめられた。 ロルシュのコデックスに含まれるその年代記は、中世初期のドイツ史に関する基本資料となっている。コデックスは現在ボルムス州立古文書館所蔵。修道院の旧蔵書には、ロルシュのコデックスはウレウスなども含まれている。かつての老門である、王の門、コニヒスハリーは旧世紀に皇帝ルドビーコ三世によって建てられたもので、カロリング王朝時代の様式を伝える。 建造物として古さ、美しさの両面から極めて重要なものである。この門は古代ローマの外線門の様式と土着の中屯人の様式が設置されたものという点でも貴重なものである。この旧修道院は1991年にユネスコの世界遺産に登録された。ロルシュ修道院の歴史の始まりは西暦764年に遡る。その年に フランク王国の貴族、カンコル、とカフになっていた彼の母ビリス・ビンダ、ウィリス・ワインダが、自身の所領をラウリッサ、ラリサ、ゲンドルシュに、領主私有制度と修道院を建てたのである。彼らは、その管理をカンコルの老いにあたるメス大司教のクロデガングに委ねた。クロデガングは、修道院と聖堂を、聖ペテロに奉建し、最初の修道院長となった。 新人深いカンコルたちは、さらなる寄付によってこの新しい修道院を豊かに、していった。六十六年に、クロデガングはメス大司教としての職務を理由に、ロルシュの修道院の管理を離れ、代わり十四人のベネディクト会修道士たちと共に、後継者として、弟のグンデランド、ガンドランドをロルシュに送った。グンデランドは、修道院に巡礼者たちを集めるために、 ローマ教皇パウルス一世から聖ナザリウスの意外を手に入れた。聖ナザリウスはディオクレティアヌス帝の時代に三人の仲間と共に殉教した聖人である。765年7月11日にその聖遺物が届くと荘厳な儀式が取り行われバシリカ式聖堂に収められた。それ以降、この修道院とバシリカは聖ナザリウスにあやかる形で有名になった。 中心の聖堂は、カール大帝の治世下にあたる774年に、マインツ大司教によって、聖ペテロ、聖パウロ、聖ナザリウスの三者に建造された。聖ナザリウスの生物がロール種にやってきたことで、様々な奇跡タウンが作り上げられたとされ、ヨーロッパ各地から巡礼者たちが訪れるようになった。9世紀には、 ロルシュ修道院の付属図書館と写実はドイツの文化的中心地の一つになった。旧世紀の蔵書目録は四種現存しているが、それらは図書館が西洋古典とキリスト教神学の両方で豊かな書を誇っていたことを示している。ローマ教皇たちや皇帝たちはこの修道院に様々な特権やアルプスから北海に至る範囲のいくつもの領地を与えたため、 ほどなくして、ロルシュ修道院は単に金銭的に不憂で、あるというだけで湧く、政治的影響力の根拠地ともなったのである。修道院は、帝国修道院、ライクステとなり、神聖ローマ皇帝に唯一直接的に、侵入することになった。修道院の地位は、カロリング長の二人の王ルートビヒ二世とルートビヒ三世が、葬られていたことで、強調されていた。 主権者としての利益を享受してたロールシュ修道院は様々な地方の報道や多くの戦争に巻き込まれるようになった。ベネディクト会派の46人の修道院長が管理した後、最後の修道院長コンラートは1226年に教皇グレゴリウス旧姓によって退位させられた。そして1232年には神聖ローマ皇帝、フレデリク2世の影響のもと、 ロルシュは、マインツ大司教ジークフリート三世のものとなり、その文化的、政治的独立性を謳歌していた時代は終わりを告げた。1248年には、教皇家レスティヌス四世の許可を得た、プレモントレ破壊士たちが修道院の管理にあたることになり、それは、ロルシュやその周辺地方ガルター派やカルバン派の君主たちの手に落ち1556年まで続いていた。 修道院に残っていた修道士たちは年金を与えられ、追い出された。プファルツ選定校、オットー・ハインリヒは、ロルシュの解体に先立つ1557年から1563年にかけて、付属図書館の蔵書をハイデルベルクに移送し、有名なビブリオテカ・パラキナを設立した。百二十三年に、ハイデルベルクを占領したバイエルンマクシミリアン一世は、 主考や写本196箱からなる素晴らしい文庫を、教皇グレゴリウス15世に献上した。レオ・アラティウスがローマへの遺憾を監督し、到着後はバチカン図書館の蔵書に組み込まれた。30年戦争中には、ロルシュとその周辺は大きな損害をこむった。1621年には、ロルシュの建物のほとんどが引き倒された。ロルシュの保有権が、 マインツ大司教の手に戻ると、一帯は再びカトリックを信仰する地域になった。ロルシュにとって最もやるせない時期は、ルイ14世が起こした戦争に巻き込まれていた1679年から1697年のことであった。村々は全体が廃墟と化し、農家の家々は怪人と返し、修道院の建築物群もフランス兵によって燃やされた。 無傷で残っていた区画は、第一次世界大戦前には、タバコ倉庫として使われていた。1991年に、世界遺産に登録された。登録名は、ロルシュの修道院とアルテンメンスターである。アルテンメンスターは、旧市教座制度の意味。パブリックドメインの百科事典、カトリック百科事典に依拠した記述を含む。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。